おはようございます。ファンタジーダンススクール八王子店担当講師のゆきです。先週の動画は見ていただけましたでしょうか？はい、今日は2本目の動画になります。次回はレッスン前だったんですけど、今日はちょっと時間がなかったのでレッスン後に撮ってます。はい、隙間もちょっと取れかけてるんですけど、少しお話ししたいなと思います。今回は私のダンスの始めたきっかけと、私のこれまでのダンス歴を少し紹介したいなと思います。まず私は小学校1年生の後半にテレビで EXILE のパフォーマンスを見て、かっこいいな、私もやりたいなと思ってダンスを始めました。で、ダンスやりたいっていうのを母に伝えて、母もいいじゃんいいじゃんっていう感じで私を体験に連れて行ってくれました。はい、この時、ちょうど私のお友達もダンス興味があって、一緒に始めようかみたいな感じで一緒に体験に行きました。で、私はてっきりヒップホップのダンスのレッスンの体験かと思ってたんですけど、母が連れて行ってくれたのはジャズダンスの体験で、最初はあれ、なんかエグザイルじゃなくないみたいな感じで思ってたんですけど、体験やるにつれてすごい新鮮で楽しかったので、これでこのまま始めることにしました。で、1年生の後半から小学校6年生まで続けました。で、途中の小学校5年生の後半頃に、やっぱりヒップホップダンスもやりたいなと思ったので、同じスクールのヒップホップのレッスンも受けたいと母に伝えて一緒に習うことにしました。はい、で、ヒップホップダンスはとりあえず、小学校6年生から中学校1年生の初めぐらいまで約1年ちょっとやりました。はい、で、中学でもダンスは習い事で続ける予定だったんですけど、部活が強制参加の中学校でダンス部もなかったので、ちょっと楽な部活に入ってダンス続けようかなと思っていたんですけど、なんか楽な部活を探してたところ、誰かがソフトボール部楽だよっていう感じで言っていたので、あ、そうなんだ、楽なんだ、なら入ろうと思って入ったんですけど、今考えればわかるんですけど、ソフトボール部が楽なわけなくって、もう夏休みとかは1日10時間ぐらい外にいるようなきつい部活で、結局ダンスは中学では続けられずに一旦やめました。で、高校ではダンスやりたいなってずっと思っていたので、専門系の学校に行ってダンスをやりました。で、そこではもうダンスの基礎でバレエとジャズダンス、あとヒップホップ、あとガールズ、ジャズファンク、あと、まあ、たまにロックとハウスも少しかじったりして、で、アクロバットも好きだったのでやろうと思ってやってました。はい、で、そこでは結構ダンスのスキルを磨くことに専念していました。はい、で、学校だけでは足りなかったので、個人的に都内のダンススクールに通って習っていました。はい、で、そこでその後にファンタジーダンススクールの、求人を見つけたので応募して、4月から6月、4、5、6で、立川店で七海先生のアシスタントで研修でつかせていただいていました。はい、で、こんな感じで、7月から今までずっと八王子店でレッスンをしているという感じです。はい、そうですね、今もしこの動画見てくださっていて、ファンタジーの会員ではない方もいると思うんですけど、もしダンス始めたいけどなかなか一歩踏み出せないなっていう方は、ぜひ、本当に私もダンスを始めたきっかけが EXILE のダンスを見て、ただ楽しそうでかっこいいなと思って、だから私もやりたいなと思って始めて、そんな重い感じではなく、私も軽い感じでダンスを始めてみたので、ぜひ皆さんもそんなダンスやってみたいなぐらいの、もう本当に軽い気持ちでいいな、楽しそうだな、結構運動不足で悩んでる方とか、はい、ダイエット目的の方もぜひ、いろんな方いると思うんですけど、ぜひ一度体験に来ていただけると嬉しいです。はい、私は月曜日を担当しています。はい、今日はこんな感じで私のダンスを始めたきっかけと経緯、今までのダンス力を少しお話ししました。はい、前回よりは少しスムーズに話せたかなとは思うんですけど、まだなんか自分で途中で何言ってるか分かんなくなってしまったりしたので、次回の動画ではもっと流暢にスムーズに話せるように頑張ります。ではまた来週、バイバーイ、イエイ。